ジュンです。なるめん通りです。通りとジュアンのここだけの話、はい、パート2、はい、1本目ね。オープニングトークでね、はい、引っ張りすぎてね、はい、コメントが全然紹介できなくて、こういうパターンもあるんです ねあれね。でもちょっと、まあ、これまたオープニングトークですよ。これ話したいと思ってたことでさ、はい、この間、あの、ドリ君とね、まあ、先週か福岡行ってきたじゃん、うん、あ、はい。で、3日目の1軒目、うん、陽八さん、はい、行ったじゃん、はい、で、食べ終わってさ、うん、駐車場出るときにさ、はい、こう、うん、入ってくる車がね、うん、あってさ、うん、あ、ジュンさんみたいな、うん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 、いやすごいな、こんなこんな話ばっかですね、本当に毎回。まあ、それあの渡辺の常連さんだったんだよね。うん、でさ、まあその彼さ、はい、まあ、どこまでさ、うん、なんだろう、パーソナル情報を公開していいかわかんないけど、あ、うん、ね、まあ渡辺のある、はい、あの W 大学出身の方で、もうそれ分かっちゃう分かっちゃう駅名になってる、はい、ね、まあ、大学時代から通ってくれてて、はい、でも本当その大学時代なんかさ、はい、あれ多分テニスサークルだったと思うんだけど、あの方テニサーですかね。あ、はいはいはい、はい、で、はい、まあ、毎回のように、はい、まあ、本人はね、うん、否定するんだけど、うん、僕の記憶の中ではだよ、はい、毎回のように、うん、女の子とかを何人か連れてバイバイキャッキャしながら食べに来てたの。はい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 、はい、本人はね、いやそんなことないですよって言うんだけど、うん、いや連れてきてた。いやー、ね、もうこれはね、もうサークル帰りなのかわかんないけどさ、はい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 、ね、うん、でもうこれまたあのイケメンなわけですよ。うん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 、うん、お顔拝見しましたけど、ね、でも、はい、でまあちょっとさすがに言うのあれだけど、うん、まあ実家も住んでるとこもまああのおしゃれタウンなんでね。ああ、はい、うんうん、まあ、道理くんがイケスかないやつが住んでるっていう言ってる街なんだよね。あ、なるほど、はい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 、うん、だからそれもヘビーウォッチャーだとバレちゃうから割と最近ですよあれあの街をいじったので、ね、はい、で、まあもう陽気一群なわけですよ。うんうんうん、なんかやつは、うん、そんな感じしました、はい、もう典型的に、うん、コミュ力も高いし、うんうん、ね、うん、で、どういう会話がされたかを覚えてないんだけど、はい、なんかペロンスもなんか楽しみにしてますみたいなことを言ってったじゃん、はい、で、まあ、ほんとすれ違っただけだからね、うんうん、ほんと会話ちょっとしただけでさ、うん、すれ違ってさ、うん、その後僕らさ、うん、車の中でさ、はい、道理くんが、はい、やっぱ一軍陽気は違いますね、はい、僕あの人と初対面なのにあの人僕のことペロンスって呼んできましたよって言って確かにいいと思ってさねえ、あれすごいっすよね。いや初対面でさペロンスって言えないっすよね。道理さん、うん、100歩譲って道理くん、うん、はい、うん、ペロンスと言ってみていやさすがだな、あのおしゃれタウンに住んでる人は違うなと思いましたよ、はい、確かにと思って、はい、これコミュ障とかさ、はい、絶対言えないよね。言えないっす、言えないっす、本当にあのやっぱりテニスサークルの人ですよ、はい、落ち研とか入ってる人無理ですもん、そんな言えないっすもんあ、いやびっくりしましたあれは、ね、はい、結構あれねえ、でもあれですよね、あの本当に僕がこんなフォローするのもあれですけど、別に性格のいい方ではあるんですよね、なんか仲良くされてるような雰囲気があったんで、はいはいはい、それちゃんと言っとかないとずっといじりっぱなしで終わりだからね、まあ、そんなことかね、はい、福岡でありましたって感じで、はい、こぼれ話はい、もうねコメントねどんどんいきます。はい、過去の、うん、トライ本や石神本、うん、山地さんの東京ノスタルジックラーメンなどを今でもたまに見返しますが、うん、昔ラーメン本に掲載されてて、うん、今も営業が続いているお店は必食店に該当する可能性が高いかなと思っています、うん、確かにこれ同じこと思いました。あ、本当？はい、いや、確かにそうだね。僕あれ、ここ1年前ぐらいかな、うん、佐野実さんの出した本、うんうん、をなんか通販で買ったんですよ。まあ古本ですね、はい、あの大きいやつかな、いや、ちっちゃかったかな、あ、ちっ
市長と、はい、なんかのテレビ出てましたよね。あの、まあいろいろ出てましたけど、それの企画、そこで紹介されたものを一冊の本にパッと まとめた、ああそうなんだ、うん、ようなやつ、うん、それ見てたらもうまさに残ってる店はもう名店ばっかりっていう感じでした。そうだね、はい、今度ちょっとそういう拾い方がいいかもね、うん、でそれこそ正直、うん、その本でも確かそうだったと思うんですけど、うん、昨今の SNS やメディアでは紹介されないような、うん、あ、うん、名店が多いから、そうだね、はい、これは相当面白いと思いますよ、はい、そうだわ、うん、いやーなんかこれ別動画案件じゃないですか、こんなんやったら。そうでしょ、もうこれはもうほんと別動画案件だよ、うん、ね、めちゃくちゃ盛り上がると思うし、うん、シンプルにそれ聞きたいです見たいですっていう方、そうだよね、相当多いんですよ、うんうん、そこからね拾っていろいろ紹介していきたいと思います、うん、はい、いちごさんの麺好き美容師さん、はい、どんぶりコレクションの動画見たいです、うん、このどんぶりにはこういうラーメンが合いそうとかの話コメントに書きたいですし、うん、聞きたいです。あーいいですね、うん、どんぶりコレクションはねやる予定なんでね、ぜひやってもらいたい。やっぱこういうラーメンにはこの丼ありますもんね。うん、あるうん、まあね、出すのが大変出すのも大変だしね、まあ僕やらないけど多分片付けるのも大変多分お店の人がね、そうですね、あー、はい、あー、ちあんさんの YouTube のせいで、あーあーこれまだ片付けないといけないんだよってね思われちゃうんだよね。もしその会に出させてもらえるなら僕お手伝いしますんで、うん、はい、ね、はい、次、百名店スタートの古い店巡りは、うん、気に入った店の修行先追いかけるといいのでは、うん、長田からの和也からの淡々亭、うん、淡々亭まで戻ると、うん、薬毛から大和、うん、みたいな、ああなるほど、うん、でもこの一問はテイスト似てるか似てないところだと亀井からの宮本とか、うん、船越からの渡辺みたいな、うん、そうね、うん、うん、これからね食べ歩きを始める方はね、多分なんかさ食べログ100名店、はい、っていうのは一つのいい指標だよねみたいな話をしたんだよね、うん、だからまあそこから食べて、うん、まあそれ食べ終わったら、うん、そこの修行先にね、うん、手を出すっていうのがね、うん、結構修行先になるとさ、はい、多分100名店入ってないもんね、おそらく。ああ、まあそうですね、多分船越入ってるけど渡辺入ってないし、うん、まあ、亀井入ってても宮本入ってないとか、 あそっか、もうね宮本でも ね、はい、長田が入ってても和江が入ってないとか、担々麺担々亭なんか多分絶対入ってないじゃん、絶対入る、はい、まあね、はそう、うん、ちょっと違いますもんね。そうだよね、食べログだとね、そうそうそう、うん、大体まあ新しめのね、お店中心だからさ、うんうんうん、百名店って、うん、ね、古いお店のいいお店なんかがね見つけにくいから、うん、まあそういう修行先巡るの面白いと、うん、いや思いますよ、だって、うん、もうは我々ラオタと呼ばれるような人間からすると、うん、この店の修行先はここでみたいなのってもう、うん、なんだろう、当たり前の共通認識になっちゃってるから、うんうん、ちょっと感覚が鈍ってると思うんですよ。やっぱり船越さんの、うん、メディアの出方、うん、出方じゃないか、まあ出てるのを見ると、うん、あのまあ渡辺が紹介される、うん、はい、でやっぱそうだよな、それあの普通の人って知らないよな、船越の修行先が渡辺でみたいなことって、このテレビとか YouTube とかを見て初めて知る人多いよなっていう、なんかまさにこの YouTube なんかそんなの省いてどん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 話を進めるじゃないですか、もうあのみんな知ってる前提で話すからね、そうもうね、もう知らなかったら勝手に自分で調べてくれだからいちいち言ってかないとやっぱいけないなと思うんで、うん、まあなんだろう、どういう形かは分かんないけど、うん、こういう動画は需要はめちゃくちゃあると思います、うんうん、だからここでもそういうのをやってってほしいなって個人的には思いますね、はいはい、次、庵野さん、はい、長くラオタやってると、うん、一番行く店って変わるなと思い質問です、うん、ジョアンさんも時とともに移り変わったりしましたか、うん、これはでも分かるの、変わるでしょそれは、うん、変わる気がしますね、え、住んでる場所とさ、はい、その時通ってる学校とか、うん、職場によってね、うん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 、そうね、はい、最近とかよく行くとかあります？なんだろう、一番行く、僕高校生の頃に、はい、
明らかに一番食べたのは吉祥寺のホープ軒本舗。ああ、うん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 。あれはやっぱね、多いと週2回、3回食べた時あったかなとかも、うんうんうん、言ってたから、うんうん、ただこれ それ本当に高校3年間のみなんだよね。まあそうですよね。そう、うん、だからそこから件数っていうか回数増えてないから、うん、トータルで見るとねそんなに増えてないけど、うん、まあ高校生の時はホープ軒本舗、はい、でその後はやっぱりその梅ヶ丘大正軒からの活躍か、うん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 、うん、ずっと小田急線は使ってるから、うん、っていう感じかなと、はい、うん、なんかこう、自分の店を開業して、うん、こう今の生活サイクルになってきてよく利用するお店とかってあったりするんですか？もうなんか学生の頃とはそのリピートの仕方が違うじゃないですか。違うじゃん、もうだから青田だからさ、うん、ないよね、うん、やっぱなくなってきますよね。やっぱ僕ね、うん、高菜の馬場で一番食べてるというか、はい、食べたっていうかのが、うん、鬼太郎三島が出身の、はい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 、あれあの今あのこれでいいのだをやってる人がやってたお店、はい、あそこで僕ババだと一番通ってた。あ、そうなんですね、うん、なんか、うん、あそこね投資営業だったの。なるほど。あ、そう、それはでかいか。で味も好きだったから、はい、うん、あれ今あげたお店全部投資ですか？いや違う、違うか。ホープ軒は投資だけど、はい、あの梅和大正軒家庭は中休みありだね。うん、まあでもやっぱ重要な要素ですよね、投資営業って。うん、ねえ、そんな感じですかね。あ、まあ、はい、前にさ一番通ったお店動画撮ったじゃん、はい、あれとは別に、うん、2番目3番目4番目みたいな、うん、に通ったお店みたいな動画もね今度撮ろうと思ってるんで。それめちゃくちゃいいですね。だってまずリピートする、あ、ね、うん、あ、なんていうんですか、全部総配数食べた中でリピートしてるのって、うん、本当にピラミッドの頂点の。そうだよ、何パーセントか。多分5回以上通ってるお店、うん、で相当少ないと思う。そうですよね、うんうん、あ、これは聞きたい人めちゃくちゃいますよ、ね、ほとんどが僕1回か2回だもん、うん、あ、分かるなね、うん、はい、次ね、いいですか。はい、辛い有田さん、はい、パイウォーター、うん、タケマン、あ、ちょっとやだな、日本一醤油、はい、麺屋定額、はい、てんてんてん、うん、素人なのでこの意味がいまいちわからないのですが、はい、嘘つけって感じするけどね。まあ確かに確かに。じゃあこれ知らなきゃいじれないよ。本当に漢字も全部合ってますもん、ね、定額なんてこれ、ね、つまりペロンピーって意識高い系だってことですか？くそー、いじられてるなー。ことですか？ミーハーってことです。意識高いというより。いやでもそうですよ、あの正直、うん、これこういう今上がったような、ね、うん、ものを使って、うん、意識高いですみたいな風に言ってる人、いやいやいや、ミーハーなだけじゃんって思っちゃいますもん僕ね。あ、自分のこと棚にあげてた。はい、すいません。いや、流行り物好きなんですよやっぱり。だって洋服とかでも流行ってるもので身を固めてる人ってやっぱミーハーじゃないですか。それと一緒ですよ。でもそのもの自体が悪いかっつったらそうじゃない。うん、流行るだけに、うん、流行るにはそれだけの理由があるっていう、うん、でもやっぱね、手出すのはやっぱ、うん、意識高いからじゃないと思うな。でもさ、はい、このさ、パイウォーター、はい、のさ、うん、あの青木さんだっけ、うん、にね、青木さんに言われたのかな、はい、初めてなんか会った時に、うん、やっぱりあのジュアンさん使ってもらえませんかみたいなこと言われたの、うんうん、なんだけどね、なんかパイウォーターを使ってるどっかのお店の店主に、うん、ジュアンさんってね、うん、他の人が使ってるのをあの使わないから多分パイウォーター使ってもらえないと思うよって言われたらしくて、うん、はい、なんか事実がどっちかは分かんないですけど、うん、そういう風に言うのすげえ分かるなっていうか、そういうイメージ持たれてますよ、間違いなく。そう、はい、僕がね1番目だったら使うの。あ、多分このパイウォーターも、うん、他ラーメン屋さんが誰も使ってなくて、うん、僕のとこに一番最初に来て、うんうんうん、だったらね僕使ってたかもしれない。うん、けどもここまでね擦られまくるとね、はい、もう逆にもうね絶対使わないっていう。でもなんか世代によってちょっと違いますよね。あのジュアンさんの世代ってまだそういう自分が行って
人目じゃないと、うん、もうなんか2番手3番手は嫌だな、うん、みたいな空気感ってすごい流れてたような気がするけど、うん、今ってもう平気でよ他の人が使ってるものを使いますよね、うんうん、まあ、私がまさにそうなんでございますけれどもいやこれ世代によってだから結構違うなって思いましたね。次ね、笠根田さん、はい、大岡山の店で、うん、エセ化学商品を使うとはなかなか肝が据わってますね、うん、ラーメン屋としては水自体が美味しければいいのでしょうが、うん、あのようなものを使っていることを店内のうんちく書きなどでアピールされると微妙な気持ちになります。これさ、はい、エセ化学って何って思って調べてみたら、うん、はい、科学的で事実に基づいたものであると主張されているにもかかわらず、うん、科学的方法とは相入れない厳明信念行為のこと。はー、だからパイウォーターってそうなの、うん、だからしっかりとした科学的な、あ、なんていうのかな、証明みたいのがされてるわけじゃないのかな、うん、なんですかね。それをこの東工大のある東工大のある大岡山でやってるっていうのはなかなか肝が据わってます、ね、うん、確かに確かに、そういう研究とかをね、うん、されてる方がいっぱいいるわけですもんね、うん、確かにな、確かにな。やっていいか、別にそこまでそこまで考えてラーメン屋やんないっすよあーなるほど ね、うん、まあでもこんな上げ出したらキリがないような気がしますけどね、うんうん、まあでもね、やっぱりおまじないってある気がしますよ。あの別にパイウォーターがどうこうは、まあ、分かんないです、うん、僕だって、うん、いいものかも悪いものかも分からない、うんうん、でもやっぱそう、そういうものを使うと、うん、やっぱ店主が乗るってあるじゃないですか、うんうん、でそれによって結果的に、うん、ラーメンが美味しければそれで OK みたいなところってあるんで、うん、僕はやっぱそういう、ブランドのあるものを使うとテンション上がるタイプだから、うん、まあそれでいいのかなって思って、うん、踊らされてる方がいいっていう人いるんで、うん、はい、はいはい、ホワイトさん、はい、北海道のメンマは臭いは、うん、30年前の古い時代だからと思っていましたが、うん、地域性もあるんですね、うん、うん、そうだね、うん、今行ってもやっぱそういうお店が多いってことですよね、うん、そうそうそう、うん、面白いっすよね、ね、北海道のメンマは臭い、うん、だから多分ね、おっしゃってたけど、うん、いいメンマを乗せると多分これじゃない感が出るっていうのは面白いっすよね、あるかもね、あるかもね、ちょっと僕も早く北海道行きたいですはい、はい、ね、豚山は個人的に本物を超える可能性があると思っています。お、言及のあった接客面は本当に大きいと思います、うん、カリスマなき二郎の完成形かと、うん、私の生活圏にある店舗は直系並みに並んでいます。すで、うん、に直系不在地では二郎と認識されています。うーん、やっぱ、ね、二郎認定というか、うん、そのまあだからお客さんから二郎認定というか、うん、そういう認識をされるってなると、うん、やっぱ強いですよね、行列になるよなっていう。でまあこの方がおっしゃってるように、うん、やはりクオリティも、うん、いいんだろうっていうことなんで、うん、これはますます増えますよね。僕このまあね勢いはまだやまない気がする。そうだよね、はい、うん、やっぱまあなんかさ、はい、お店の綺麗さとかさ、うん、接客面って大きくない？大きいですよね。あれ食べたいけどジロかみたいな人っていると思うんだよね、うん、やっぱどうなんだろう、緊張して食べるとやっぱり美味しさって分からなくなるのかな。多少の緊張感は集中、あ今すごい目で僕のことを見てますねあなたのお店はどうなんですかってことですか小宮さん怖かったってここ数年で一番怖かったって。そんな前の動画のネタを持ってこないでくださいよもう今回はもうパート2ですからね、もうそれはもうなかったことにして話進めましょうよ、はい、いやでも多少の緊張感は集中力につながるから、なんか味がより分かるような気がするじゃないですか。でも過度の緊張、それ狙ってんの？いや狙ってないです
全然狙ってないです、うん、はい、で多分過度な緊張されてる方が多いです、うん、うちのお店は、うん、申し訳ない、うん、あでも本当にそれ考えると損でしかないですよね。過度な緊張って多分味分かんなくなるような気がするんだよな。まあ ね、あのうちの話じゃないですから、うん、豚山の話ですかね。豚山、ね、はい、と二郎の話ね、うん、やっぱリラックスして食べれるって、うん、味に向き合えるし、うん、でなんだろうな、あそこメニューどうだったろう、追加トッピングとか多分ねいろいろしやすいだろうし、うん、より、そのお店をフルで楽しんでもらえるっていう、うん、うん、でそうだ、再来店につながりやすい上に、うん、メニューがちゃんと3つぐらいあるんです、おー、うん、ラーメン、つけ麺、混ぜそばみたいな、いやーうまいっすね、うん、まあね、はい、そうだよね、うん、あれなんか行く予定とかあります、最近、あ今後というか豚山、はい、まあ、だから、まあ、前回、ね、まあ、どっかの動画で話したけど、うん、高田馬場にできたから、はい、うん、ね、まあ1回ぐらい行こうかなと思って、それはちょっとぜひ食べたら感想を、うんうん、聞かせてほしいです、はい、はい、ね、今回一番びっくりしたのは、うん、ジュアンさんの梅川とさつまっこスペシャル21に対するリアクションの違いでした、うん、私は横浜在住なので、うん、梅川の知名度 30%、うん、さつまっこスペシャル21の知名度 65% くらいの感覚です、うん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 、住んでるところによっても結構知名度にバイアスかかるのかもしれませんね。これはわかるかな、うん、そもそもその、うん、さつまっこスペシャル21を教えてもらったのは、うん、まあ、横浜を中心に回ってるラオタさん複数人、うんうんうん、っていう感じなんで、うん、ラオタだったらまあ間違いなく行ってるお店みたいな、うんうん、感じだから、うん、うーん、で逆に梅川は、うん、まあ僕の生活圏内じゃないし、うちに通ってくれる人の生活圏内でもまあギリ、うん、ないかなぐらいのところだから、うん、日常会話っていうかそのラオタさんとの、うんうん、でも上がってこなかったっていうのはそういうところもちょっとあるのかなって、いやもういやもうちょっと分かってますって、言い訳だってことは分かってますけどそうとも捉えられますよねっていうコメントじゃないですか。なんかジュアンさん年々厳しくなってません？なんか前もうちょっと寛大だったような気がするなそう、はい、それはこの人がさ、その僕のリアクションの違いっていうのはさ、この人の言ってることを、うん、まあその分からなくはないんです、うん、まあ、そのね、住んでるところによってっていうのは、はい、だから僕のリアクションそこじゃなくて、あ、はい、梅川、うん、住んでるとこ関係なく、あでも、はい、ラオタとして要はあ新店だからさ、あ、うん、あそうかも、さつまっこスペシャルはさ、はい、新店でも何でもないから、うん、別に知らなくてもおかしくないんだよ、うんうん、こんなもの話題に上がんないから、こんなもの、はい、まあでも分かります分かります、はいはいはい、そうね、うんうん、梅川新店だからだよ、確かにこれは、確かにな、うん、必須店、これラオタとしても住んでる場所関係ないの、うんうん、ラオタなら、うんうん、東京神奈川だったら少なくとも、うんうんうん、そうですね、東京か、うん、あのトライの範囲のところ、うん、そう、うん、リアルはもう住んでる場所関係なくて、うん、ラオタとして知らなかったの、行ってなかったのっていう驚き、確かにですね、もう本当にその通りすぎて何も言い返せないんですけどいやでもねやっぱうん、梅川のこととは違います、うん、別ですけど忘れちゃうっていうのはやっぱあるかな、うーん、あ、宿題店には入れてたんだけど、うん、ちょっと生活圏から離れててちょっと行きづらいな、うん、で何年か経っちゃって、あそういえばここ行ってなかったわみたいなお店ってちらほら出てくると思います。それはやっぱ住んでるとこによってうん多少出てくるかな、ラオタといえど、はいはい、やっぱ日々の生活がありますから、はい、はい、次健一さん、はい、通りさん、うん、大井町ですか、ん、何だろう、いいのかなこれ、何に対してのコメントが僕言っちゃって、うわなんだ全然覚えてないです、怖い、言っちゃっていい、はい、言っちゃっていい、はい、何でしょうね、はい、ドーリ君が感じたリスペクトを感じないマルチョインスパイア、はい、あ違う、今の僕のリアクションが間違いだ、あいや別に分かんないですよで僕が、はい、吉祥寺って言ったら違います、はい、で大塚って聞いたら違います、はいはいはい、って言ったやつの会話の多分、うん、
あれじゃない？はいはいはい。で、大井町？いやどうですかね、わかんないですよ。はい。いやもう僕のリアクションで答え出ちゃってるじゃないですか、もうこれ。あー、見てるかな、あの人。怖えな。はい。はい。豚山は全店舗でスープ、うん、チャーシューお店で仕込みしてると、うん、株主総会で社長がおっしゃってました。え、どこに顔出してんすか。株主総会、え、ギフトの株を持ってて、うん、言ってんの。ですよね。え、だってあんなのどっかで見れたりとかってないですよね。なかなか、ね、わかんないね。うん、すげえな、ね。いやでも今それこそね、ギフトの株買うべきじゃないですか。これからどんどん行くかもしれないですよ。まだまだ豚山で伸びる。そう、うん。はい、次ね、ずっかさん、はい、さつまっこスペシャル21は、うん、移転前の約30年前から食べているラーメン屋さんなので、うん、紹介してもらえて嬉しかったです。チープではありますが、うん、半年に一度くらいあの焦がしネギとキムチ納豆が無性に食べたくなります。うん、機会があればジワンさんの感想もお聞きしたいです。おお、うんうんうん、やっぱりなんか地元民のハートをつかむ味なんだなっていうのは、僕はなんかやっぱりこれ見て、うん、あ、なんかやっぱそうだよねってなんか分かりますね。うんうんうん、それをこれ難しいところですね。うん、こう、うん、さっきの話にも通ずるんですけど、そういう地元民はまあ行くよねっていうお店を紹介していいものなのかどうなのか。はい、まあさ、このさつまっこスペシャル21、まあ、通りくんがさ、はい、おすすめしてたじゃん。うん、でまあね、まあ、あの後さ、僕ネットでさ、はい、もう一回見直したの。うん、僕ね、はい、宿題点に加えなかった。なるほど。やっぱそうか。なんかさ、はい、僕行ってね、うん、食べた後の僕自分の感想がもうなんかさ、うん、予想できちゃってさ。はい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 、うんうん、うん、でもなんかそれ以上でもそれ以下でもないんだろうなと思っちゃって。いや、それは間違いないと思います。あのイメージ通りだとは思うんですよね、多分想像された味の。うん、うん、こういうのって難しいですよね。あの僕、伊集院光さんのラジオを毎週聞いてるんですよ。ちょっとまた増えちゃって。ごめんなさい。もういくつ聞いてるんだっていうくだりももう何度目だって話なんですけど、で、ここ2週間、うんうん、リアルタイムで、うん、話題になってるお店が、うん、ラオシャン、うん、はい、平塚まで、うん、伊集院さん行って、うん、でラオシャン食べて、うん、で結構良かったらしいんですよ、ハマったらしいんですよ、うん、で、また間開けて再度食べに行っちゃったっていう話を2週連続でしてるんですけど、うん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 、やっぱりあの人もおすすめのニュアンスをすっごいなんか悩んでいる感じなんですよ。あー、うん、なるほどね。平塚だし、万人に受ける味では絶対にないみたいなことを言いながら、でも俺はハマったんだみたいな、ね、そういうラーメンって間違いなく存在するじゃないですか。ラオシャンなんてまさにね、地元の人のソウルフード。うん、だから、さつまっこスペシャル21もそんな感じだと思うんですよね。まあ、ちょっと違いがあるとすればだよ、はい、ラオタであれば、うん、ラオシャンは絶対食べるべきって僕は言う。ああ、まあそうですね、うん、わかります。食べてないんだったら、うん、ラオシャン食べてないのそれやばいよって言うけど、さつまっこスペシャル21食べてないのやばいよとは言えないお店。ああ、はいはいはい。じゃあさらにラオタなら食べるべきお店じゃない。うん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 、うん、っていう感じを受けちゃったかな。そうですね、まあそれも否定できないし、この方のコメントもやっぱりすごく共感できるしっていう、はい、非常にスレスレ難しいラインにあるお店ですね。はい。はい、はい、ね、豚山は確かに勢いあると思いますが、うん、東京から福岡に移り住んだ立場からすると、地方にあのレベルで安定したお店を出店したら爆発的に流行りそうな気がするのですが、うん、ギフトがそう判断しないということはそうでもないのでしょうか。うん、まともな二郎インスパイアなんてほとんどないので独り勝ちしそうなものですが、うん、これさ、はい、多分そのうち行くよね。
行くとは思います。まだ行ってないっていうだけで、はい、まあぶまあね、まあ舞台もっていうかやっぱり神奈川とかさ東京が中心じゃん、はい、うん、だからそっから今じわじわ増やしてって、はい、地方も今ちょこちょこ出てってるでしょ。あ、確か。おー、はいはいはい。だからさ、うん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 、そのうちでもっと地方行くと思いますよこれは、うん、町田商店の方、うん、町田商店の方なんですけど、うん、もう正直僕土地勘っていうかなんだろうな、地図とかが本当苦手なんで具体的な場所が全然わかんないんでふわっとした話なんですが、うんうん、それこそね、ここだけの話で話題に上がった太閤さん、横浜のあの人と大阪でイベント出店をしたんですよ。でそれのまあ行きしな帰りの時か一緒にイベント出店した仲なのに中なのに、マッスルさんをガン無視っていう挨拶もせず、はい、目も合わせず、本当に不義理な人間ですよ僕は。でもそれは自分で自分で掘り返しちゃった。で、京都でちょっと途中下車して、うん、ラーメンでも食べようかみたいな感じで、うん、京都に寄ったんですよ。ラーメンまで一緒に食べた仲なのにもういいじゃないですか。ごめんなさい。で、だから高速降りて近いとこだったのかな、うん、和知田商店がもうめちゃくちゃロードサイド店ですね、はい、でバーンってあったんですよ京都に、うん、で正直、うん、京都に住んでるような人間でも知らないと思うんですよそこに町田商店があんのかみたいな、うん、だから、豚山も同じような展開をする可能性も十分あり得るなって、うんうん、ギフトだったらロードサイドで持論系をバンって出す可能性もあるから、うん、そうだね、うん、だからじわりじわりと広がってくってのあるんじゃないかなって思いますね。そうだよね、うん、いや、怖いですよ気づいた時にはあちこちにっていうもうね、うん、日本全国でっていうかさ、はい、もう地方在住者にとってはさ、うん、もう豚山が二郎系になる可能性あるよね、うん、で、東京に旅行に来た時にそうだ、自分の好きな豚山の元祖と言われるラーメン二郎が三田っていうところにあるらしいからちょっと行ってみようって言ったら、え、何これ全然違うっつって、ね、こんなの二郎じゃないみたいな逆転現象が、ね、起こり得るね、はい、はい、ね、ね、ベイシティコップさん、はい、通りさんのお店は不定期営業臨時休業が多いとのことですが、うん、飲食店って卸業者が毎日開店前に食材を届けてくれるイメージなんですがどうやりくりしているんでしょうか。それはこれに関しては、うんうん、だから僕、悪いお客さんですね。 わがままなお客さんというか、うん、届けに来てくれたけどいないとかあるの？あ、いや、さすがにそれはないですよ、うん、もちろん事前にこちらが発注して、うん、その日に届けてもらうっていう感じにはなってますけど、うん、当然まあ、ラーメン屋さんのその業者さん、まあ、うん、どこでもいいです。麺屋さんでも八百屋さんでも何でも、うん、肉屋さんでも基本的には毎日納品とか、うん、まあ決まった曜日に納品っていう風になるじゃないですか、うん、でも僕は結構臨休とかそういうのが多いんで結構はちゃめちゃな注文なんですよね、うんうん、だからもう毎週仕入れる曜日が違う、うん、みたいな風になってるんで正直業者さんからすると嫌なお店だと思います。でもそれをもうなんか何も言わずにしれーっと、はい、なんか当たり前のようにあこの日に、納品お願いしますっつって注文して、はい、それこそメイン注文する時もちょっと感じ悪い感じいくんだ。あ、もう僕ファックスですもう電話とかもしたくないんで、もうそこに注文に発注に温度を入れたくないんです、はい、だからもう基本的にファックスもしくは、夜中に留守番電話、このどちらかです。なるほど、はい、だってそれこそ麺屋定額さんなんて、うん、僕毎回使う麺が違うんですよ、うん、はい、もうそんなラーメン屋と取引なんて絶対したくないはずじゃないですか、はい、もうそこにも甘えてるっていう感じですね。あ、はい、あ、まあ、だからそういう感じみたいです、うん、ラーメン屋さんは絶対真似しちゃダメです、はい、コロスケさん、はい、奥村屋さん、うん、行こうと思いつつ閉店してしまい、うん、
その後復活して行こう行こうとしていたら後回しにして結局行けずじまいでした、うん、あと閉店ではないですけど、うん、カムナビさんも初訪問時にはメニューからカムナビそばが消えていました、うん、道理さんも分かっていると思うのですが、うん、押しは押せるときに押せですよね、うんうん、分かっちゃいるけどそれがなかなか難しいんですよね。もうこんな店ばっかり本当に、うん、あ行こう行こうと思ってたらなくなっちゃったっていうのすごい多いですね、うん、はい。いやだって、うん、まあ熱心に食べ歩いてるのがここね3年ぐらいって、うん、でも、うん、やっぱり、ラーメン屋さんへのアンテナみたいなので言うと、うん、やっぱこの業界入ってからアンテナは立てているんで本当に多かったですね。特にそのこの業界に入ってだからなんつってに入社して、まあ、開業するまでの間とかは、うん、うん特に多かった気がする。だから今は本当に、うん、別になくなりそうだからって行くわけじゃないけど、うん、ここはもう行っとかなきゃっていうのは優先度上げても今のうちに行ってますね、だからあの近い最近のお店で言うと、中目黒の宿屋、うんうん、なんかはもう行きましたね。ああ別に閉店のアナウンスがある前にですけど、うんうん、ここはもう優先度上げていかなきゃなっていうのでやっぱ美味しかったから閉店すごく残念だし、うんうん、もうこれは皆さんもう言い出したら上げ出したらキリないんじゃないですかね。キリないよね、うん、あるだろうな。キリない。だからもうね僕まあ一時からはさもう、うん行ってなくて閉店しちゃったはなくなったから、うん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 、ね、そっか。だからちゃんと真面目に食べ歩きをしていればそういうお店は減ってくんですね、うん、ちゃんとやっぱりまあなくなるよねですね、うん、うん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 、あそれが理想だな、うん、だ僕前話したかもしれないけど、はい、やっぱ僕が残念っていうか、うん、食べれなかったお店、うん、中本の旧店舗、あそれは確かに重要店だ。白根さんじゃないその先代がやってた中本、はい、うん、お店の存在は知ってたの、うん、知らなかったなともかく、うんうんうん、知らなかったらしょうがないなんだけど、うん、お店の存在は知ってたの。あなるほど。雑誌とか何かやっぱあこう見たことあったんだよ、はい、うんうんうん、ただ板橋だから僕も生活圏外だったんだよね、うんうんうん、高校生の僕とかからするとさ、はい、行かない場所だったから、うん、なんかねそのうちでいいやみたいな後回しにね、うん、してたら、はい閉店しちゃったから、うんうんうん、そう中本の先代は僕は結構ある、うん、食べれなかったっていうのがある。いやーまあそんなん僕なんて揚げ出したら切りないですけどね。切りないよ、うん、どれくん。そうそうそう。どれくん結構ひどいからね。そうなんですよ ね。もうだっていよいよチャブヤ行ってないことを夏屋さんにもいじられだして。あなたまでいじるんですかみたいな。はい、いやね、うん、こんなん確かにもうちょっといっぱいあるんで、うん、ちゃんと自白していきます今後も思い出したら、はい、はいはい、次ね、これ ボス39R さん、うん、でいいのかな、はい、富田や飯田商店は必ず店主が店頭に立っています、うん、支店や関連店との差別化によって本店の特別感を際立たせているのでしょうね、うん、ここが六人車や鉄との明確な違いなんだと思います。うんうんうんですね。あ、うん、で僕このコメントっていうかその元のね、うん、動画のあれ覚えてるんですけど、うん、僕そこで、うん、言語化はできないんだけど、うん、細かい味のチューニングで個人店っぽい味付け、チェーン店っぽい味付けってあると思います、もしかしたらイメージに引っ張られてるだけかもしれませんがって僕言ったんですよ。僕がピンときてないやつね。そう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 。でもやっぱり例え、うん、まあ富田はセントラルキッチンかな、うん、で飯田商店はあそこの奥にあるのかな、うんうんうん、まあやっぱり現場で、味見をする人間が、うんうん、ちゃんといる、店主が味見をしているっていうのはやっぱ大きいんじゃないかなって思いますね。そのセントラルキッチンで工場で味見をして、うんうん、これで OK っていうのと、うん、この店舗の空気感、カウンターの中の厨房に立って味見をする、で、うん、これならいけるっていうのって、うん、やっぱもうすごいスキルのある、キャリアのある店主さんだろうが、うん、やっぱ雰囲気に引っ張られるって僕あると思うんですよね、うん、
だから富田さん、飯田さんは、まあ、そこで間違いなく味見をしている。でも、六輪車の、何さんでしたっけ、うん、まあ、あの方とかは多分、うん、まあ店舗で味見とかしてるんでしょうけど、なんかやっぱりセントラルで味見をされてると思うから、うん、なんか雰囲気引っ張られるっていうのはあるんじゃないかなって、うん、まあ勘ぐってるだけですけど、うん、うん、僕の妄想ですけどあ、ちょっと細かな本当に、うん、ミクロンの、うんうん、やつであると思うんですよね。はい、はい、次ね、太田秀夫さん、はい、臨休の話ですが、うん、友人が遭遇したので笑ったのが、うん、亀井さん、うん、行っても開店待ちしていたらいつまで経っても開く様子がない、うん、当然何人も待っているのでざわつき始めたら、うん、とあるお客さんが X でディズニーに行ってるのを発見したというへー、そんなこと、事前に告知しなかったのかな、臨休しますっていう。だって何人も待ってるっていうことはおそらくそういうことですよね。告知をしないで、うん、今ディズニー来てまーすっていう写真をアップしたってことかな。なかなかだよねこれね。なるほどなるほど。まあそれはなかなかですね。なかなか面白い案件だね。別に僕らは笑い話としてまあ面白いですけど、うんうんうん、いざねその並んでる人たちはさ、あーそっか、でも亀井ってなんかどうでしたっけ、うん、なんか見えない感じになってたのかってことは、うん、ね、なんとなく雰囲気で ね、人がいる気配があるないって分かるような気もしますけどね、うん、うん、そっかこれどうなんだろうな、まあ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 、いや別に、いや分かんないですよ、僕は、うん、お客さんもいくらか悪いような気がしますけどね、うん、やっぱり、うん、もう雰囲気出ると思うんだけどな、あ今日営業しそうかどうか、はい、まあまあね、うん、そうね、なんもうシャッターガラガラとかだったら、うん、あっていうかむしろ その方が、うん、営業しなさそうだなっていう雰囲気あると思うし、うん、やっぱ人の気配ってあるから、あ、じゃあこれは並んでるお客が悪い、これはいやもうだし、僕は、うん、亀井夫妻にはぜひディズニーランドに行って、うん、そういう一群な写真をたくさんばらまいてほしいんで一軍活動、あ、まあ、一軍活動、ね、しっかりとね、はい、やってほしいんですよむしろ店で真面目に働くなんてやめてくださいと、ね、はい、何真面目にやってくれてんだって話だからどんどんそういうねおしゃれなカフェとか、うん、そういうところに行ってほしいです、うん、僕はこれ大丈夫かなはい、おはぎさん、はい、僕もタンメンは塩ラーメンじゃないと思いますが、うん、言われてみれば塩ラーメン需要の一部をタンメンが食ってるような気もします。おお、あー、はい、うん、どうですか、なるほどなるほど、うん、食ってる、なるほど、うん、だから塩ラーメン専門店があまり定着しないのは、うん、タンメンがそれを取っちゃってるからっていう意見じゃない、うん、まあ考えたことはないですけど、うん、言われてみると多少は影響あるのかっていう。でもタンメンやってるとこって醤油ラーメンもあったりしますよね。まあ僕関係ないかもしれない。まあでもまあ、うん、その地域の人とかのお腹は満たされてるわけですよね。塩ラーメン食べたいっていう欲求は、うん、町中華のタンメンとかで満たされるって考えると、うん、考えすぎかな、難しいな。そもそもね、いや、はい、それでそもそもだよ、うん。塩ラーメン食べたいって欲求ってあると思う、人に。人に塩ラーメン食べたいっていう欲求が存在するのか、果たして。僕完全にラーメン食べ歩くようになってからです。それ生まれたの。あるの？塩ラーメン食べてってあります。今はあります。明確にあるんだ。ありますね、うん、僕一回もないよ。あ、本当ですか。うん、一回もない。へえ。いや、この前プライベートっていうか、カメラ回ってないとこの会話で、うん、味噌ラーメンでそういう話あったじゃないですか。味噌ラーメンを食べたいっていうテンションになりますみたいな、うん、ないよねみたいな話、なんとちょっと違ったかもしれないけど、うん、したしましたよね。した。塩ラーメンもそれと一緒ってことですか。一緒。僕違う。一緒。マジか。うん、醤油ラーメンは、あ、醤油ラーメン食べたいなってなる。
あ、それで言うと、はい、ないわ。あ、もうだからラーメンっていうものが、そう、ラーメン食べたい。はい、なるほど、もっと大枠なんだの中に、はい、含まれてる醤油、だから何か食べたいってなるともっとピンポイントだね。あ、だから梅ヶ丘のカツ屋食べたい。あ、なるほど、あ、そういうことか。そう、なるほど。経過のターローメン食べたいとかピンポイントはある。あ、じゃあけどそうじゃない限りは基本的にはラーメン食べたいだね。はい、塩ラーメン、あ、僕どっちだろう。いや、それ言われると、それ言われちゃうと個人店ですわ、やっぱ。あそこのあれ、うん、あ、だからそれがたとえ食べてな、初訪問の店でも、うん、うん、味を想像するから、やっぱピンポイント、あ、そっか、ざっくり雰囲気で、あ、塩ラーメン食べたいなってあるかな。やばい、そう言われるとそうかも。今日は塩ラーメンの気分だみたいなさ、うん、あそこのあれですよね。僕はないから、だからこのタンメンもさ、うん、だからタンメンじゃないよね、ラーメン食べたいっていう日に、うん、タンメンは食べないから、うんうんうん、タンメン食べたいからタンメン食べるの、うん、うわー、うわ、僕はね、僕はそうっていう感じなんだけどさ、これどうなんだろう、その人によって完全に違う話なのか、ね、オタクはそうなりやすい傾向があるとか、うんうん、ちょっとこれ分かんないです ね、 ね、面白い。またね、なんかコメントもらえればね、はい、嬉しいですね、うん、ちょっとさ、はい、一個、はい、さっき閉めちゃったんだけどさ、はい、言い忘れていたことあるじゃないですか。はい、ありますね。あるじゃないですか。ありますね。一旦ね、ちょっと閉めちゃったんですが、でもこれ僕ちょっと、うん、謝罪案件だからあんまり話したくないんですけど、多分これね、見てくれてると思う。わあ、絶対見てます。わー、ラーメントレーニーさん、ラーメントレーニーさん、もう名指しというかね、はい、もう思いっきり名指し。うん、でもみんな、皆さんね、これ見てる人は聞きなじみある、うん、ね、うん、ラーメントレーニーさん、はい、すいませんでした。すいませんでした。うちの通りがすいませんでした。はい、そしてありがとうございます。ありがとうございます。これ何のことって話なんですが、はい、どうぞ。はい、つい先日ですね、なるめんに、まあラーメントレーニーさんが来てくれたんですよ、食べに来てくれて。で、席に着くなり、まあ、ちょっと細かい順番は忘れましたが、うん、こう名刺を見せてくださって、うん、ラーメントレーニーっていう風に書いてあって、うん、で、それを見せると同時に撮影してもいいですかっていう、うん、はい、まあ YouTuber の方だったんですよ、うん、はい、うん、で僕そのラーメントレーニーさんってね、よくコメントくださるけど、うん、YouTuber さんって認識してなくて、うん、で僕それを見た瞬間に、うん、あ、 YouTuber の方だっていうので、なんかなんていうんですか、頭の中が固定されたっていうか、はい、なんか考える余裕がなくなったというか、今目の前にいる YouTuber さん、ラーメントレーニーさんと普段ここでコメントよくコメント くれるよ、くれる、読んでるよ、読んでるコメント、ラーメントレーニーさんが僕その時結びついてなかったんですよ、イコールになってなくって、で塩対応したの？ちょっと塩だったかもしんない。大変申し訳ございませんでした。でね、これを聞いただけの、今聞いてる、見てる人、うん、見てる人からすると、うん、まあまあ言うていつもの通りさんじゃない、うん、って思うかもしれない、うんうん、これだけじゃないんですよ。はい、ラーメントレーニーさん、うん、差し入れ持ってきてくれてて、うん、で、まあね、まあ、この動画見てくれてる方ならさ、はい、どうりくんが何喜ぶかってね、はい、もう多分知ってて選んでくれたと思うんだよね、はい、もう綺麗に包装されてるものだったんですけど、うん、まあ形から、まあ、お酒だろうなっていうのは容易に想像できるわけですよ、うんうんうん、ってことは僕の好みを知ってるってことは、もうそこで、あ、いや、 YouTube のラーメントレーニーさんだって気づける最大限のチャンスだったわけじゃないですか。もうそれも気づかず、はい、もうありがとうございますっつって受け取って、はい、で、まあ、ラーメン食べ終わり、撮影も終わって、退店される時も普通になんか他のお客さんと同じぐらいのトーンでありがとうございましたぐらいの感じで見送ったわけですよ、はい、
で、その日の夜にそのいただいた差し入れね、開けてみたら、まあ銘柄こそ言わないですけど、まあなかなかの、なかなかのウイスキーだったわけですよ。はい、ちょっと銘柄言うと多分みんなちょっとびっくりしちゃうっていうかっていうぐらいの、まああれですか、あのサントリーさんの、あはい、うん、サントリーさんの、まあちょっと、まあ、ちょっとあれですねまあ正直ね、うん、これ、そんじょそこらの居酒屋では出てこないですね。はいはい、いやーちょっとこれはあマジどうしたものかっていう、でもうジュアンさんに相談してちょっとここで謝罪させてもらえませんかと、はい、謝罪したいですっていうことで、はいはい、ちょっと本当にもうその説はもう申し訳なかったですっていう、まあ、ぜひねラーメントレーニングさんもう一度なるめに来ていただければと、はい、思います、はい、でこれね、あのね、ラーメントレーニングさんどう思うかわかんないですけど、うんうん、もし許されるのであれば、うん、ぜひ、リアルイベント来ていただいて、うん、でちょっとそこで開封させていただこうかなって、はい、ちょっと発案させていただきます。僕言える立場じゃないですけど、はい、ちょっとそれに関してちょっとコメントいただけると嬉しいなという謝罪動画でございました。はい、もう大変申し訳ございませんでした。